はい、さあやろうか。今回は PH、PH というね、テーマをやっていきます。聞いたことはありますか？ PH ね。まあ一昔前はペーハーって呼んでたよね。ペーハーね。もう最近あんま言ってないから久々な感じね。ペーハー、今はね PH っていうことになってるんだけど、昔はねドイツ語でねペーハーって言ってたんだよ。だから ABCDEFG ってアルファベットあるみたいに、ドイツ語もね ABC みたいなのがあって、なんやっけな、アーベーツェーやわ。 ABC がねアーベーツェーで、そこからちょっとバーって言えへんけど、それでいくと P がねドイツ語やったらペーなんよね。で H がハー、だからペーハーって PH 同じ意味ですね。 PH やります。まあざっくり言うと PH って何かやねんけど、もう何も知らんっていう子はパワーオブ H って思ったらいいね。パワーオブ H。だから H のパワーなよ。ただし正確には H プラスのパワー、力。ね。そういうふうに、意味的には捉えると、何やっけなってなった時に思い出しやすい。H のパワー。正確には H プラスのパワー。水素イオンのパワーやね。これでわかる人はわかると思うが、酸性度合いの強さを表すよね。なぜなら酸とはあるものを出す。それが H。プラスというイオン。それがね、水中にどんぐらいあるのか、ね、H プラスがどんぐらいあるのか、これを、数値で表す方法。これがまあ PH っていう、概念なんだよね。OK ですか。もちろん H プラスがうじゃうじゃいっぱいおるところってすごく危険で、俺たちが指を例えば間違ってね、ボチャンって入れちゃった時に H プラスがボチャーっとったら、もう指やられます。ね。だから、水の中に例えば、ね、水があるとして pH なんぼって書いてると。で、その pH が例えばある値やったら全然 OK やけど、ある値やったらデンジャラス。だいたいイメージ知ってますか？例えば普通の水、真水で、もう純水って言ったりするんだけど、純水な水、ピュアウォーターね。純水やったら pH ね、どんぐらいか知ってる？それは7ね、7ですね、7。これがまあ中性の、値ね。pH って7がね、真ん中の値なんだよね。真ん中の値。で、pH はね、実は下に下がっていく、つまり値がどんどんね、数字が下がっていくと、下がっていくと酸性度合いが強くなっていって、だから pH の値が例えばね、ぐわーって下がっていって、7から下がって、ボン !1 とかになったら、あ、pH1 かーみたいな。たったの1やからいけるかーと思って指入れたらもうとんでもない。これはね、塩酸とか、もう硫酸とか、とんでもない強酸って呼ばれる酸の、まあ、pH の値。これが大体まあ1とかね。そんぐらいね。胃の中の pH ね、大体2ぐらいって言われてて、胃酸の中に塩酸が含まれてるんで、pH はもうすごいことなんてよね、実はね。ほんでまあ逆に、7を境に上にね、ぐん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 って上がっていくと、今度はどんな世界かっつったら、今度はね、塩基性の世界なんだよね。塩基性の世界。例えば pH がね、10とか、11、12、13ね、7よりずっと上の値。これね、塩基性の世界ね。ね。で、ちなみに塩基性もやばいゾーンがあって、例えばもう10を超えてね、もう13とかになってくると、これは超強塩基の世界で、例えば水酸化ナトリウムっていうね、強塩基の代表。ナクカバのナやねんけど、そのナクカバのナのね、ところ、指バチャンって入れたら、これも結局やばいです。指は溶かされて侵されますね。タンパク質っていうまあ、俺たちの体の成分が、実は pH によってあっさり侵されてね、だから pH1 とか13とかね、この両極端の値はやばいと。ね。だからイメージとしてはまずはこういう風に、大体のね、値、世界観覚えといてね。7が真ん中で、緑のとこね。1がまあ、やばい酸性。で、13とかがやばい塩基性の世界。もちろん間ね、連続値なんで、間の値取ることもありますね。はい、そういう世界をやっていきます。さあ、じゃあ、pH ね、初心者から、まあまあ知ってるよぐらいの子まで、いろんな子がおると思いますが、よいしょ。今日ね、ちょうどこの、まあ撮影やね、よし、pH やるかと。かなりこれはね、気合が必要やって。っていうのはね、この、まあ撮影おそらくずっと、ね、駆け抜けていくと、最後のゴール地点がすごいところなんよ。どこかって言ったら、例えば、エレベーターみんなね、ポーンって乗るよね。で、まあ家どの辺みんな住んでんのか知らんけど、じゃあマンションですとか、学校でね、4階が教室ですってエレベーター乗るよね。まあ大体ね、4階5階とか、まあ結構高いとこ住んでる子も10階とかそんなんやと思う。
この世界ってさ、エレベーター無邪気にちょんって乗るやろ。ああ、どこ行くんかな、このエレベーターと思って、ぐん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 上がっていって、ぐんぐんぐん上がっていって、10回超えるよね。20回超えるよね。気づいたらな、100回ちゃうね。宇宙におる。宇宙。そんぐらいの実は、これって世界がね、深淵、深い世界でずっと上まで行くと、宇宙ぐらいまで続きます。どういうことかって言ったら、三延期っていうまあエリア今ね、一応やってるつもりかもしれへんけど、実はね、ある世界からこれ、科学で一番難しいとも言われてる、平行っていうエリアに知らん間に突入して、そうやね、PH っていう世界実はね、ぐん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 っていったあるとこから平行っていうラスボス感があるところに突入して、気づいたらね、めちゃくちゃむずい世界になってるよ。でそれを実はみんなあんま知らされずに、知らん間になんか平行と PH がごちゃ混ぜになってね、知らん間に習って終わったってなるねんけど、そうやね、そういう風になりがちなんで、今から PH をドキソからねバーっとやっていくんだけど、気づいたら最後宇宙います。つまりは、平行ね、一番難しいぐらいの難しいエリアの、しかも難関であるよね、東大一番、日本で一番の偏差値の東大、京大、阪大、名だたる医学部、そういうところでにチャレンジしようとしてる子は、そういうところの難しいね、平行の問題は実は PH 求める、そういう問題が、ラスボス級にむずいエリアなんだよね。だから PH かと思ってた子は最後これめっちゃむずいんやと思って、まあ取り組んでください。最後はそういうところまで、続きます。だからまずはでもね、その宇宙にいきなり行くととんでもないんで、宇宙の手前、地球の中をねしっかりと、まあマスターしてもらって、馴染んでから宇宙っていうのがいいステップやと思うね。まあ大きく言うと2ステージ、2ステップに分けて進んでいきます。いいでしょうか。それをやる上で俺が今日ね、撮影前にあいいなと思ったイントロ今からやるよ。じゃあここにいろんな絵をね書きまくります。合計でね十何個ぐらいかな、まあ十何個ぐらいの B か書きまくるから、ぜひともねみんなも書いて、まあちょっと真ん中にじゃあ行こうかな、タイトル真ん中の、まあ、右ぐらいに一個ね、まあ B か書いてみるね。はい、でビーカーといえばもちろん水が入ってて普通なんで、なんか水溶液ね、液体ね、水が入ってたりするよね。さあ、さっき純粋な水って言ったんか、純粋な水ってどんな風になってるかって言ったら、水しかみんなおらんと思ってるかもしらんねんけど、水しかおらんと思ってるかもしらんねんけど、ごくごくわずかにあるまあイオンが存在してます。わずかにね、で超わずかやねんけど、ちょっとちっちゃく書きすぎたら見えへんから、まあちょっとある程度ね、ある程度の大きさで書いてみようと思うねんけど、実は水の中にはいます、こいつがね、 H プラスがおるよね。で、はい、もう一個のイオンである OH マイナスも実はいます。そうやね、わずかやけどね、わずかいますね。どんぐらいわずかかってことやねんけど、まあまあ素人ちゃんもおると思うから、ちょっと書いてみるらどんぐらいのまあ、薄さなのか、少なさなのか。まあ例えばみんなじゃあ1万円あげるって言われたら嬉しいよね。だってゼロが4つあるからね、1万円札って。ちょっと出すわ。やっぱ1万円みんなね、見たことない子多いと思うから、ちょっと出すな。あ、ないわ。これでいっか、まずは。みんなお子ちゃまなんで、これでもいいんじゃない？ほら。見たことないでしょ、これも。ゼロがさ、1、2、3。ゼロ3つあるよね。これ千円札ってすごい、高価なね、紙切れなんだけど、これ大人なんで、多分あるんじゃないかな、探せば。よいしょ。あるかなぁ。マジでないわ。財布2個あんねんけど、2個ともないね。でもね、俺結構準備に準備を、する人なんで、やったわ。1年ほど前に仕込んでた3個目の財布のね、小銭入れの実は奥に、これちょっと1個だけいつも入れてるね、なんかあった時のため。はい、これ見たことない子ね、ゼロ4つあるでしょ。ゼロの数がだから多いほどみんな数字大きいってことで、だからこの0、4つにもう1個0ね、さらに4つ足したら、
これ1億円札になるわけよね。ここに0をね、4つ書き足したらね。お札確か書き足したらあかんから、やったらあかんけど、ここね、0、4つ書き足したら0、8個。これ1億円札やわな。でも実際、俺たちの身近はこういうふうに0がね、結構いっぱいつく世界なんだけど、科学の世界って逆で、めっちゃちっちゃな世界だよね、科学って。やろ、原子がーとか言って、めっちゃちっちゃいんが、だからこのめっちゃ 0.00000 なんぼとかいう、そういう世界観多いねん。だから pH も実はそうで、ちょっと戻るな。水の中にいる水素イオンってどんぐらいかやねんけど、1万個いません。あ、1万個いませんってちょっと嘘やな。濃度で言ったらいいんだけどね。濃度で言ったら1万みたいな値じゃなくて、1000とかでもないねんか。1000モルパーリットルみたいな濃度やったのね。そんなん全然いかないよってことね。じゃあ100か、100もいきません。10いかない。じゃあ、0.1 ぐらいですか。ちょっといい線に入ってきたけど、全然で、0.1 ないよ。じゃあ 0.01 ですか。ないよ。じゃあ 0.001 ですよね。ないよ。0.00001。あ、ちょっと。ゼロが増えていって、はい、ゼロ4つ目。うん、ちゃうねんな。で、今4つ書いたけど、はい、5個ね。ちゃうよ。6個ね。ちゃうよ。7個ね。で、ようやく1ね。こんぐらいなよ。水の中にいてる水素イオンの、まあ、これ正確には濃度やねんけど、こんぐらいの値ね。0.00001 ね。要は0、7個です。0、7個。10の、これね、マイナス7乗って表すよね。0が7個あることを10のマイナス7乗って表すねんか。そうやね。こういうことやね。めっちゃ少ないでしょ。で、OH マイナスも実はちょっとだけおんねんけど、どんぐらいおるかって言ったら、0点いません。0、0、3個、4個、5個、6個、7個。実はね、水ってこんな風になってて、0、7個並んだ後に1ぐらいのめっちゃ超微量しか H プラスと OH マイナスいませんなんよね。こんな状態になってる。これがね、俺たちが、まあ飲んでいる、一応水なんだよね。ちょっともう飲み切っちゃったけど、水ってこんな状態になってます。で、これね、pH で言ったら、どんぐらいかやねんけど、pH って実はね、何なのって思ってた子は、ここの部分を pH って定めてる、そういうルールがあるよね。そう、水素イオンの、まあ値ね、濃度の値をね、数字で書いた時に、10のマイナス何乗ってなった時の、ここの数字を pH って呼ぶねん。そういうルールになってんだよね。これ pH です。ここが。はい。だから今回は、pH7 になります。だから水の pH、7です。よろしいでしょうか。水の pH はイコール7です。で、さっき7が中性っていう話覚えてますか？そうそう、7がね、なんか基準のラインになるんだよね。はい、こんな調子でビーカーを合計で13個書くからよろしく。だから先にね、ビーカーをバーっとある程度書いてみたら。こういうことをまあね、俺も今日初めて実はやるけど、ここまでちゃんと、なんていうかビーカーと向き合うのはね、なんかさ、多分ビーカー一つ取っても一個だけ書いて終わる人ね、先生とか高校生多いと思うね。でも二三個書くと多分一気に分かりやすくなるやんか。二三個やるとものにした感じするよね。ものになった感じがきっとね。でもじゃあ言ってしまえばビーカーを10個やったやつって相当ビーカーについては詳しくなるはずで、じゃあそれを13個やっちゃえばおそらくね、今こんな状況の中、ビーカーをね、13個書いてるやつって、まあおらんから、まあそのエリアで言ったら日本一のことをしてるんだよね。ビーカーの日本一になれるってことだよね。ほら、もう言ってる前に6個書いたよね。これ7個やね。上にも6個書くから。例えばこんなんやってられるかとか、子供かよとかね。思った子、例えばまあ、じゃあ早送りしてみてもいいけど、きっと後悔するよ。ちなみに今嘘ついたよ。恐ろしいのは実は後悔するチャンスさえないよね。だって考えてみて、ビーカーを13個書く、今ね、わけやねんけど、俺は。
俺結構頭に描く絵があって、今日は常にこういう風に右の道と左の道みたいな、ね、場合によっては3個4個5個あったとしても、とりあえずこう分岐点ばっかやんか人生ってね。今ここによって、まあ、B からね13個書く道があるわけやねんけど、まあ、1個で終わらして次行きたい子もおるよね。まあ、これは自分で選ぶことやねんけど、まあ、こっち行くとね、13個行くとね、さっき言ってんけど宇宙行けんねんか、まあ、行きたくないわっていう子おると思うけど、宇宙、行けるんやんか。でも1個にするとまあね、ごくごくわずかな人だけ、もうすんごいスペックやね、能力が高い人だけやっぱ宇宙にはいけんねんけど、これってだからとんでもない、それこそ宇宙人レベルの、いい意味のね、宇宙人レベルの能力の持ち主だけで、多くの子はね、地球のその辺の地球のしかもその辺、うろちょろして終わると。結局はまあこの辺知れてるんで、右の道行こうぜという話やねんけど、この絵描いたのはね、左選んだ時ってだから後悔できないね。これが一番恐ろしいの。だからまあもしやけど、このね、理科線とかまあ俺に科学を習って、まあ良かったなって思ってる子が一定数おると思うんだけど、じゃあもし過去にみんなが理科線に入らなかった、俺に科学を習うことを、習う道を選ばなかったら、絶対こうやんか。別の多分誰かに大体習ってんねんけど、その場合は。あの時理科線入ってた俺の未来はあんなになってたのにって絶対思わないと思うね。そうやね、思わないよ。だからまあ不思議というか面白い、面白くないこの考えって。そうやね。でももしやけど、なんか二つの道がね、ぼやんって VR でも見えて、過去を選んだある道、でもう一個はじゃあ理科線で科学習ってた道で、正味どっちがいいかそんなん分からへんね。うん、でそういう話をしてるんじゃなくて、そうやね、選ばなかった道の未来って見ることができないよね。そう、これって面白いよ。でまあ見えた方がいいかっていうところになると、まあ難しくてな、全部見えたら多分後悔だらけやから、見えない方が結果いいんだろうけど、うん。でも科学に関してとかはいつも2つの道いつもあるうちね、だいたい多くの人が選ばない道を俺は提示するね。そう、でなぜ選ばない道かって言ったら、こっちは成績伸びる道やね。当たり前やけど。大体がね、もう地味。そしてめんどくさい。もう分かってきたよね。もう、いつもこの二択なの。楽、面白い、早くなんか、問題演習とかして、なんか楽しい。この道に安易に、誘う罠がね、もう張り巡らされてんねんけど、俺たちいつもこっちなのね。そう。楽しくない道を選ぼうぜって言ってんじゃなくて、結果こっちが、成績伸びる。でもそうやって地味で初めは楽しくない。でも、さっき言って、あるライン越えて地球出た瞬間、宇宙にいつもこれは続く道なんだよね。それをまあ信じ切ってやることです。いいでしょうか。なので今ビーカーはね、そう、この先に俺は、宇宙があることを知っているんで、でも授業としてこうやって13個も書くんは初めてやね。そういう意味では俺もね、過去ね、まあいまいちな道を提示してきたんかもしれない。うん、でもこれが今俺が知っている中で一番いい pH の極め方かなと。はい、いきまーす。水入れますね。まず水を入れます。水入れます。水どんどん入れていくよ。全部に水をね、入れてはいきますが。はいはい、水入れて。うい。よいしょ。はい、OK。ちょっとビーカーギリギリ入れすぎたかな。こぼれちゃうね。こぼれたら危ない液体もあるからな、これ。pH1 のやつとかこぼれたらやばそうやもんね。はい、いきます。じゃあその pH1 体験してみる。ね。どうしよっかな。ちょっと今考えてて、どれがいいのか。ああ、そうしよっか。じゃあ、こうでこう決めた。ここ。ここね、pH1 のやつ、早速書いてみるから。pH1 ってやっぱやばくって、そうやばいと思うよね。H プラスがもうとんでもないと思うね。こんなんちゃう。もうめちゃくちゃ H プラスだらけのまあ水溶液。これがまあまあ塩酸みたいな感じ。硫酸みたいな。もう一個硝酸みたいな。塩酸、硫酸、硝酸。こんな感じです。ね。で、どんぐらいじゃあ H プラスおんのって。これもう1億とか100万ですか。ちゃうね、塩酸とかでもね、ゼロやっぱついて、つまりね 0.0.0
1とかやね。だから少ねって思うかもしらんけど、お金やったら少ないよね。0.1 円って。でもこれでも、めちゃくちゃ1プラスやっぱ多いよね。そう。で、これってまあ10のマイナス1乗って表現します。はい。で、これ結構知らんこんねんけど、0の数がここのマイナス1の後の1ね。0、1個やったらここマイナス1で、ここ対応します。0、1個やったらここ1やね。で、さっきみたいに、だから0がずらーって7個並んでたら、これマイナス7乗で、0の数とこう一致するんで、そう、知らんかった子結構おるでしょ。小数点こうやって、1、2、3、4、5、6、7とか言ってたよ。これやるとさ、途中で喋りかけられたりしたらもう間違えたりするし、そう。1個ずれたりするしね。そう、0の数数えね。そしたら、1、2、3、4、5、6、7って数えやすいんだね。覚えといて。はい、だからこれね、0、1個やから、10のマイナス1で、で、pH なんぼって言われたら、それは、ちょっとさっきのとこも、中性やからちょっと緑にしてんけど、ちょっと pH 今日の主役の数字なんで、ここを読むよね。これが pH やね。ちょっとオレンジでやってんねんけど、ここね。はい。今回ね、pH は1です。こんなんがね、塩酸とか硫酸とか硝酸の世界。ね、こんな感じになってます。はい、いいでしょうか。じゃあ、次どうしようか思ってんけど、さっきもう言っちゃおうかな。実はさ、この水溶液にさえ、ちょびっとだけやねんけど、もう一個のイオンおんねん。知ってた？ H プラスしかおらんと思ってた。ちゃうねん。これね、実は OH マイナスがめっちゃ少ないよ。ほんまにめっちゃ少ないよ。だから見えない子を下手しておるかもしらんけど、でも大きく書けないね。超少ないから。一応アップするとね、こんな感じ。ほら、一応おんねん。めっちゃ少ないけどね。で、どんぐらいおるかって言ったら、これすごいからね、書けるかな。0.000 で0ね。1,2,3 やろ。で、4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個書いて1。めっちゃ少ない。俺もね、初めてではないけど、たまに俺書いたことあるけどね、これ。こんぐらいです。もう2行になっちゃったけどね。0の数数えてみ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個。だから、10のマイナスで書いたときに、もうやれへんな、あれ。小数点を動かしてとか、もうこんなん、気狂いそうでしょ。0の数13個やったから、マイナス13乗。以上です。こんな量関係になってんだよね。でも圧倒的にこっちの方が多いんわかる？そう。だからもうこの存在なんかほぼまあないようなもんやねんけども、一応存在はしてますね。で、pH は H プラスの濃度ね、10のマイナス1乗の値やとしたら、ここなんで、pH、まあ今回1ですよっていう話ね。こういうことね。ちょっともういいか。はい。じゃあどんどんいきます。大体何やるか見えてきた子は、次 pH2 の世界行くよ。さっきよりちょっとだけ pH ね、2やから、今度ね、ちょっと値、H プラスの量は減ります。これまあ、この中でもう最大級に多いねんけど、次ちょっとだけ減ります。ちょっとね。ちょっとだけ。なんかこの文字の大きさって結構繊細やと思うんで、今回。さっきちょっと順に書いていこうか。ちょっとずつ減らしていこうか、H プラスをね。むず。2,3番目。次4番目。これむずいな。つまりね、こことちょっと辻褄帳尻が合わなくなってきたりすると思うねんね。はい。でもそこはもう自分の感覚でね、言ってもらうしかないけども、俺はフリクションなんでたまに進めるけどね、こういう時にも遠慮なくサイズ感を変えれるのがいいかな。うん。だんだんちょっとずつ H プラスちっちゃくしていってますね。よし。さあ、さらに
ちっちゃくしていこうか。この次さらにちょっと少なくなったらっていうので、どんどんちっちゃくしていくね。でもあんま一気にちっちゃくするともう最後がわけわからなくなるんで、ちょっとずつね。でその次こっち、むずむずいからこそ今脳が活性化していろいろ考えて工夫してやってること自体がもう記憶にねすごく残りやすいんで、そうある意味いいことやね。だからね今ねやば、まあ俺は大体見えてきたかな。うい、最後超ちっちゃい、一番ちっちゃく、はい、初めのこれとこれとほらね、一応逆転、立場逆転ぐらいのな、これね。でみんなも気づいたと思うけど、 H プラスがどんどんこうねザーって減ってい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 ってこう来て減っていっての最後って逆に何が多いかっつったら、これ真逆で、ここは OH マイナスだらけの世界ね。つまり超塩基性の世界ね。じゃあどんぐらい OH マイナスめっちゃおるやん、100万ですかちゃうね。一番まあ多いぐらいで、だいたい、まあ一応だいたいやけどね、受験で出てくる値としてはこんぐらいがもう一番多いです。マイナス1乗、つまりね 0.1 だよね。はい、と逆にこの H プラスは今めちゃくちゃ少なくて、どんぐらい少ないかもう予想つけんか。0が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13で1。はい、こんな感じね。10のマイナス13乗。こんな感じ。じゃあ pH 今なんぼですかって言ったら、たまにね、この塩基性の時こっち見ちゃう子おるけど、じゃあね、pH の定義は、定義っていうのはルール、決まりね。水素イオンの値を見るっていう決まりやね。で、実はそのゼロの数を見るね。でもゼロこうやってね、いっぱいある時って数えれないからこう書いてくれてるね。10のマイナス何乗って。なんかここ見ればいつも pH やね。10のマイナスの後の、ここね、マイナスの後の数字ね。13っていう数字。これが pH。この水溶液はね、pH13 やね。でもそれってもう圧倒的に OH マイナスがうじゃうじゃおる世界なんで、ちょっと青色で書こうかな。塩基性の世界やから青色にするね。pH はこれ13です。もうなんとなく分かったやろ。この辺で終わるのがなんか俺中途半端な、まあ、やつやなと思うね。こんだけ言ったらもう、あと分かりますねじゃなくてもう全部やっちゃえば。ね。ちょっと俺もバーっとひたすら自分でやるから、みんなもさ、自分でやっていき。この作業今しかできへん。そう、だってね、もう平行のなんか面白い世界って言ったらもうあれやけど、もっとね、こんな地味なことじゃなくて、本当に、いかにも平行みたいなところに入ってどんどん平行できるようになると、もうねこういうことって面白くなくてできなくなってくるよ。だから実は初めの無知な状態、あんま何も知らん状態やねに、こういう一番面白くまあないようなね地味なことをやっとくと、あとあと伸びるんよ。だから俺いつも初めイントロね大事にしてますね。ちょっとだけ OH マイナスの方が多いんで、ちょっともうむずいねこれ。全然ちょっと文字の大きさが違い分からんけども、数字でそこは表現しよっか。だからここでちょうどジャストイコールなよね。それもまあ書いとくかな。ここでちょうどね同じ量おるね。ここイコールちょっと書き加えたけどね、同じ量。これが中性の実は定義でもあって、中性ってねこの H プラスと OH マイナスの量がちょうどイコールで同じ量な時、まあ、濃度やけどな、正確に。同じ濃度の時に pH。あ、pH は中性やね。で、それが pH7 やね。ね。ふうと。まあ、こんな感じやね。で、次にどっち行くかな。あ、こっち行く？ちょっと OH マイナスの量多くしよっかな。ちょっとだけね。次ももうちょっとずつ多くなっていって。ルールそろそろ気づいてきた。 H プラスが減っていくと逆に OH マイナスちょっとずつ増えていってっていう感じね。じわじわちょっとずつ増えていって、この辺で結構ちょっと OH マイナスが頑張ってきてるよ。だいぶ頑張ってきてるよ。血の大きさがちょっとあれやな。この辺さすがにもうちょいちっちゃく書きたいかな。
みんなもやってみて。ちょっと難しいよ。うん。そう。やっぱあくまでも量は、どうしよっかな。これ赤のつもり、マーカー、赤マーカー、青マーカー、ちょっと出してもらったら、酸性ってこれね、ほら、H プラスの方が量当たり前多いね。これ酸性の定義やから覚えてて。H プラスの方が量多いやんか。これが酸性の定義ね。そう、だから文字の大きさもちょっと大きく書いてるよね。そういうつもりで書いてんね。これも多いつもりで書いてんね。わかって？そうね、なんかもうちょっと大きくしようか。こうやってちょっとずつみんなもね。この微妙なことを表現しながらやっていって。ふぅ。うんうん。いい感じ、いい感じ。あとは、次はね。値変えていくよ。H プラス 0.1。これめちゃめちゃ多いねんけど、ちょっとだけこれより劣る。どんぐらいかって言ったら 0.01 やね。0の数がちょうどね、1個分違うよね。じゃあ10の何乗って言ったら10のマイナス2乗やね。じゃあ次はって言ったら 0.001 やね。もうやりたいこと分かったやろ。じゃあ0 3つやから10のマイナス3乗やね。で、次こっち行くよ。03つやったから次ね、0 4つね。0.0001 ね。で、こうやって10のマイナス4乗ね。はい。じゃ次0ここね。0.00001234 のあと1ね。10の、つまりマイナス5乗ね。で、次は 0.00006 個で1ね。10のマイナス6乗ね。はい。こうやって10倍ずつ、10分の1ずつっていうか、まあ、とりあえず10倍差。01個分の差。これで pH ってこうね、段階的に見ていくといいんだよね。はい、あとは pH どこ見るんやった？ H プラスの、まあこれ濃度やねんけど、10のマイナス2乗という濃度やったら、ここの数字見ていくだけ。ね。この辺の数字をこうやって見ていくだけ。はい。すると pH1 やったけど、今度02個なら10のマイナス2乗やから、この2が pH やから、これ pH2 の世界ね。じゃ次0 3個10のマイナス3乗、この3ミル、これ pH ね、3ね、10のマイナスほにゃらら乗の底見んねんで。じゃこれ10のマイナス4乗やから pH4 ね。次5ね、6ね。うん。うわ、書けねえ。でも書く。はい。こういうこと。ここまで一応酸性の世界です。なぜならまず pH7 より下やもんね。7より下は酸性の世界。こういう感じで見てもらえれば。はい、ここ、ちょっとあれかな。ここがね。はい。7より下は酸性の世界。7より上は塩基性の世界。7より下は酸性の世界ね。6も一応酸性です。5、3、4。4も酸性。3も酸性ね。なんかイメージ湧いてきた？でも酸性の定義は、正確にはこうですよ。H プラスの方が OH マイナスより多いとき。濃度で言ったら濃いときやねんけど、とりあえず OH マイナスより H プラスの勢力の方がでかければ、それが酸性の定義。それがバカでかいのがこの辺。pH で言ったら1ぐらいとか。まあ、2もかなりでかいけどね。で、これが胃の pH ぐらいだよっていう話もさっきしたな。書いとこうと、そういうのも。はい。ちょっとオレンジではないかな。色ちょっとむずいけど、ピンクとか使っとこうか。これ胃の pH こんぐらいですね。胃の pH。雑学で知っといて。雑学って点数に変わるからね。科学の入試でも。で、あとは上もやっちゃえば。ね。このちょうど同じ値で、ね。これが中性のところやけど、ちょっと多い一枚、そら。多くなったよね。どんぐらい多くなったのって、これより10倍多くなって、ね。で、間違ったかな。これ10のマイナス6乗ね。で、そろそろ気づいたかもしらんけど、この二人の量関係って、なんかバランスあんのよね。はい。例えば、この後どうなるかって言ったら、これちょっと量減るよね。文字ちっちゃくなったもんね。でも、もう一枚ちょっと量増えるよね。これ10分の1になるとこっち。これ10倍に増えてて、数字で書くとね、10のマイナス12乗やね。
で、これ有名やからもうね、別にじらすことはなくて、掛け算するとある値になるんよね。これ超大事なんで、そろそろ明かすね。この二つの値かけると同じ値になってるの気づく？その値って何ぼかって言ったら、かけると、これイコールね、右の方がいいかな、はじめやし。普通にイコール。10のマイナス14乗やねんな。いい？これめっちゃ大事や。10のマイナス14乗の値になります。掛け算するとね、水素イオンの濃度と OH マイナス、水酸化物イオン濃度は必ずやで。これ掛け算するとこの値になります。10のマイナス14乗になんねん。これ水のイオン積っていうから、覚えといて。水のイオン積って言います。ね、水のイオン積。水のイオン積の値はって言われたら10のマイナス14乗。そしてそれはこの2つの濃度を掛け算した値やね。ねえ。これもほら、同じく、イコール、10のマイナス14乗なってんだよね。これも使っていこう。じゃあこっちが10のマイナス3乗やったら、相方さんはって言ったら、もちろん10のマイナス11乗。で、こうやって0で言ったら0が 0.000 って11個あるよっていう意味でもあるね。めっちゃ少なーってことやねんな。これ感覚と数字的な理解と、そして科学のちゃんとしたこういう、水のイオン積っていう言葉と、いろんな、能力ね、感覚を身につけてください。マイナス14。ちょっと書けないからね。もうあとはわかるね。はい。どんどんやっていけばいいですね。相方だけパンパンパンって出していく。10のマイナス4乗の相方は10のマイナス10乗。10のマイナス5乗の相方は10のマイナス9乗かけて10のマイナス14になるもんね。じゃあ6なら8。マイナス忘れないでね。マイナス6ならマイナス8。いつもかけて。いつもかけて14。マイナス14乗なることを確かめて。じゃあここが違う目線で見えてきたよね。同じ量やったけど、これって、かけて10のマイナス14乗になるルール、縛りがあるんだよね。水のイオン積というね。そうそう。あとも全部一緒です。かけて10のマイナス14乗になるような値で、埋めていけば、とりあえずこのビーカーの日本一にはなれそうやんか。トップ10には入りそうやんか。少なくともね。はい。上の世界ちゃんと意識してや。ぼーっとやらずに。OH マイナスの方が多い世界やね。上は。だって塩基性やもんね。そう、先それを明確にしてからやった方がいいよ。文字の大きさだけやとちょっと判断しづらいねところあるんで、はい、さっきそういう状態になってるのが上の世界。じゃあ10のマイナス6乗なら相方の方が少ないはず。こっちの H プラスの方がね、ちょっとちっちゃめに書いてる俺は。でこう思いながらやってるから伸びんねんで、そう、数字だけ写しても伸びないよ全く。もうそれでこのビーカー書いてたらマジ時間の無駄。惰性でやってるね。昔、そんなんせんかった、計算ドリルとか、俺そうやったけど、そうやったっていうか、微妙なとこあるけど、面白くないなって思うけど、やらなあかん、宿題とか出るやん。俺途中からやらなくなったんだから、その計算ドリルとかはね。そう。ただ友達の代わりにやってあげたりとかしてた。なんでかって言ったら、そいつがゲームいっぱい持ってんだよね。そう。でそれを貸してくれる代わりに、宿題やってあげるとかね。そういうのでやってたけど、だから惰性でバーってやるともう脳に残らへんからね。はい。あ、だから次 OH マイナスが多いなと、結構多くなってきたなって、マイナス5乗やな、相方少ないはずやな、だからちっちゃく書こうって思いながらやると残ると思う。次もマイナス、なんぼやろうって結構増えてきたんちゃう。だからちょっと大きく書いてよ。ほら10のマイナス4乗大きく書いてよ。相方との差がね、ちょっと歴然と大きくなってきてて、今。こっちは、かけて、確か、10のマイナス14乗やから、10のマイナス10乗。今この数字俺ちょっと反応しちゃった。反応できる子いますか？ 10 のマイナス10乗。全然関係ない話やけど、これ原子の大きさとね、同じなよね。この数字って。全然この分野と関係ないねんけど、今俺はこの数字見て思ったね。あ、原子の大きさじゃんって。なんでかって言ったら、点々って覚えるよね。知らん子は点々。英語で10って点やろ。だから点と点で点々。10のマイナス10乗ね。これ原子の大きさやね。
私単位は、これメートルね、原子の大きさをメートルで表したとき、10のマイナス10乗メートルなのね。めっちゃちっちゃいです。だからその原子の大きさってちっちゃって思うやんか、これ。0が10個ふわーって 0.0001 メートルしかないんか、ちっちゃと同じぐらいの数字の感覚の水素イオンしかない世界やね。俺めっちゃ少なって思えるやん、そうなると。じゃあ相方はめっちゃ逆にこれ多いね。そう、めっちゃ差あるから。だからそうやって塩基性なのね。OH マイナスが O ってなるから塩基性なのね。こうやってやっていくと、これ今やってる価値がすごい高なっていってる。10のマイナス3乗。10のマイナス2乗ほらたどり着いた。そして初めの10のマイナス1乗っていうめっちゃ塩基性の強塩基の世界。泣くカバーとかの世界はこの辺ですね。この辺が泣くカバーの世界。逆にこっちは塩酸、硫酸、硝酸の世界。ね、そんなイメージね。ふぅ。あとはかけて10のマイナス14乗になる値を探して、もう完璧やな、これでな。ほら、来た。これやりたかったやつね。いけた。なんかまず満足か。俺はね。で、ここが中性の。で、こう、表紙に、やの俺好きで、表紙にはなんかその、ストーリー、物語、テーマの中で一番なんかね、中心を占めることとか、大事なことを書いておけば、今後ね、よし、PH 久々にやろうと。平行のね、過去問とかやったら、やっぱ、あ、城さん言ってた通り、平行で PH 出てくんねや、難しいってなった時に、やり直そう、ゼロからってなったら、まあ、こっからね。みんなはもうこれあるから。普通のやつと違うよね。ねえ。はい。で、まあ、この辺ってね、すげえ強塩基の世界で、あ、強塩基じゃないか、強酸の世界かな。最後の方のね、この pH1 とかは、これ強い世界ね。なんかこんなイメージか、言うならば。うん、だん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 塩基性も強くなってって、最後なんか強い世界みたいなね。で、まあいろんな話もしとくけど、そのさ、例えば、今日今ね、これ撮影してる年は、入試の制度大きく変わる時期なのね。センター試験という、なんていうかスタイルから、共通テストっていうスタイルに変わって、みんなビビってたりなんかすぐ対策とか言うねんけど、もうそういうやつ大体アホやからね。だからみんなも今アホって言われた子おるけど、要は形、形式の方に、意識が行き過ぎてる子はもう大体ダメです。ね。傷つく子もおるかもしれんけど、まずその考えに支配されてたら、脱出していって。だよく一番昔からあるのは、記述問題対策っていうもうわけわからん、世界ね。もう大好きな子おるけど。受験が趣味ならいいけど、そういうなんか分類をしてね、なんかこう楽しむのは。じゃあ不安になってんのは、記述問題が、苦手で不安になってたりするわけんか。記述問題対策とか、ないから。ないから。で、仮にしてもいいけど、そうやって、じゃあ記述問題で対策したものに似たものだけ解ける人になるけど、そんなんやってたらもう、もぐら叩き無限やんか。で、何すればいいのって言ったら、簡単で、表現力自体を磨くね。もう、ぶれない。それ。表現力を磨くの。だから、普段から、なんていうかな。じゃあ、みかんを説明するときに、みかん説明してって言ったら、オレンジ色。これが表現力ない人や。オレンジ色としか言えない。じゃあ相手に、みかん知らん人に伝わる？オレンジ色。で、入試問題でみかんを20字以内で説明せよっていう入試問題に答えれない人やね。君は今。みかん知ってても、表現力ないと、浮かんでんのに、ってなるわけんか。そうやね。じゃあ、嬢さんやったらどうすんのって。俺表現力豊富なんでいっぱいある。まずさ、つって俺一言で言うの好きなんで、一言。色さ、みたいな。オレンジ。うん。で、あ、見たことある、スーパーのオレンジ色のやつ、あれみかんやったんやって伝われば、その子にはそれで OK ね。もう伝わらない場合あるやんか。じゃ、例えば相手が耳聞こえない子やったり、なんかよくわからんけど、なんかいたずらで、聞こえませんとか言ってる子に、オレンジ色って言っても、聞こえませんってなるから、ね。ほんまに聞こえない人にやったら伝わらないやろ。じゃあどうするって。じゃあ次こういう表現方法があるやん。こういう感じね。ちょっと俺手話まではごめん、できない。
そういう意味では表現力完璧じゃないけど、でも大体の人にじゃあ次これでいけるか、こんな色の果物ね、そうそうそう、じゃあみかんね、オレンジね、柿の可能性もあるけどね、うん、そういうことよね。じゃあもうちょっと20字以内でもっと詳しくってなったら、柿とみかんどっちもオレンジやから、オレンジ色やったら、じゃあっつったら、こうやって皮こうやって剥くやつみたいなね、親指で大体剥くよね、うん、これも表現ね。今度はジェスチャーって言ったりする。そう、昔こんなんあったな。もう今はなんかグローバルとか、もう逆に古いぐらいの時代になったけど、昔俺がまだちっちゃい時とか、もうちょっと行ったぐらいの時、まあ高校までぐらいかな、そう、よくなんか京都に行ったら外人と会えるみたいな、そう、もうそんな時代だったね。そう、今は逆にね、ちょっと旅行客減ったりしてる、特殊な時期やけど、まあ、大きな流れとしてはもう世界が繋がってるやんか、だから外人なんかもう珍しくないみたいなね。外国人って言うけどね、外人と会ったわとか、なんかちょい自慢ぐらいで言ってたやん。あ、だからその時に、だからボディーランゲージとかいう言葉とか、ね、ジェスチャーとか。でもよくこうやって昔からなんか演説うまい人っていうかな、する人とか、こうやって身振り手振りも激しかったですね。テレビでもなんかこうバーってね、表現がこう濃い人がね、そう、じーっとしててオレンジ色より、なんかみかんってこんなオレンジってやつとか、ほら伝わってるやろ。だからこういう能力をちゃんと普段から鍛えようとしていない人が、入試直前に直前講習で記述問題対策っていうのを取ってごまかそうとするから無理やねな。まあ、最近まあそういう、なんていうんかな、子が減ったというのかな、とかあんまりこう目にしなくなったけど、それは実際減ったわけじゃなくて、そういろんな多様な時代がね、今多様やから、なんか自然とそういうことに対しては境界線をね引かなくなってきてるんかなと思うけど、それでもよくやっぱ無意識にとらわれてるんで、いい、だから穴埋め問題とかセンター形式とか二次試験形式記述問題みたいなは、とりあえず分類上ね、言葉として呼ぶことはあるけど、そう、二次試験だけの対策とはないね。だから考えたら PH って、はい、穴埋めで出ようがセンター試験で出ようが、共通テストまだ誰も受けたことないわけやんか。でも俺がもし PH の問題を共通テストの初見でね、どこかの誰かさんが作ったミスらせようとした問題出ても解けます、絶対やろ。それは形式にとらわれず、俺は PH というものを分かってるから解けん。そういう風になろうとすべき。そういうのはこういうことでちゃんと鍛える。訓練先生、過去問に出ませんよね。そんなこと言わない。PH を分かりたければこれ。ね。それにして勉強していこう。で、たまたまこういうのとちょっと外れた変な問題が、例えばね、過去問に出てたり、近々受ける模試に出てて、せっかく PH 勉強したのになんか取れんかった、そんなたまたま計算ミスしただけとかね、君たちがね、そう、たった1問とかしか出ないから結局で、ちょっと慣れてない変な形式飲んでて PH 解けんかったとか言わない。 PH をいっぱい解いていけば、これが全てにつながっていくこともわかるしね。はい、まあちょっといろんな話軽くしといたよ。じゃあだいたい伝わったよね。もう結構時間かけたわ。こんなやってるやつおらんやろな。でもそれをやるのが俺らやろ。はい、いきます。PH。PH とは結局何ですかやけど、ほら、例えば今もう実感できるよ、これ。こっから授業を始める手もあって、PH とはこう、ほにゃららです。はい、みたいなね。でも、もうみんな、これ、ワンチャンいけるよね。あるものの大小を表す数字が PH だよって言われたときに、PH の記述問題対策したことないやん。でもなんか言えそうじゃない。 PH ってなんか10の何乗みたいなの、あの部分みたいなぐらい浮かんでるやん。じゃあそれをあとは日本語という表現に置き換えて言うだけやん。そう、この絵の内容さ言うだけやねん。だからもうこれで言ったらここやろ、ここやろ PH って、これやねん。だから H プラスの値の10のマイナス何乗って書いた時のここみたいなの言えばもうそれでもあるやねんって。で、その量を表す数字なんね。結局水素イオンの簡単に言った値や、ただし濃度やねんけどね、濃度、それが PH ですね。簡単に言えばね、 PH とは水素イオン、
水素イオンの値というか、ちゃんとここは覚えて。あれちょっと待って縦棒と横棒多いやつね。ちょっと俺苦手やねん。ここや。水素イオン濃度。その大小を表す数値。それは pH やったやんか。ね。で、記号があって実は水素イオン濃度ってね。はい。これだけやとこれね、水素イオンの記号なんや。あとはね、濃度を表したいときに、ここね。こいつの濃度っていう意味を持たせたいときは、ここをこういう鍵括弧で閉じると、これ濃度っていう意味になるね。ね。そして大事なのは単位。ね。濃度ってみんな科学でよく出てくるけど、モル、パー、リットルね。これが濃度ね。はい。で、記号で書くと、これを鍵括弧で閉じたやつね。はい。で、その代償を表す数値が pH だったよね、と。ほら、なんか記述問題対策っていうものをしてなくても、中身分かって、特に数を、場数を重ねてると、あとは言葉にすればいいね。得意な日本語にすればいい。で、ただし、通常濃度ってさっきも、ほら、やってるからこれも分かるやろ。0.1 モルパーリットル。まあ、言い換えると10のマイナス1乗やったり、ここね、どうしよっかな。0の数数えようって言ったよね、さっき。ここね。0が1個やから10のマイナス1乗なの。また0がほら1、2、3やから10のマイナス3乗なの。これに 0.00 何ぼがほとんどやったよね、濃度っていうのは。だから普通は10の、色どうしようかな。ここ。ピンクでやってます。赤じゃなくてピンクね。10のマイナスホニャララ乗。よくこれ10のマイナス N 乗って書いたりするけど、10のマイナスホニャララ乗でいいから別に。ホニャララ乗。これもそうしよっかな。なんか数学とか数式嫌いな子っておるから、ちょっとここ別に四角でやっていい。なんか昔、X、ね、例えば、X たす2イコール5。こんなん、ね、簡単すぎるけど、解くときにさ、X なだけで分からん子っておったん。自分がそうやった子もおると思うね。で、自分が分かるようになるとそんな記憶忘れるけど、分からん子にそれね、今教えるんって難しいやろ。でも、それを例えば四角にこうやってほら、変えただけで、大体の子に伝わるよね。これもほら、表現力やな。X っていう表現しかできない頭カッチコチのね、入試問題ロボットみたいなのにならないで。人に伝えるときには、四角に変えてみっつって。じゃあ、ほにゃららとで、ほら、さっきと一緒。ほにゃららやね。あるものとでも、あるものに2を加えたら5になるよ。等しくなるよ。じゃあ、この値はつったら3やね。大体の子できるよね。でもこれを X に変えて、X たす2が5やったら X はつったら、難しいって、お化けみたいってなるね、この X がね。こういうことを俺ずっと今言ってんねんで。で、これを日常でやっていると、いろんな能力鍛えられて、結局それがセンター共通テストとか9割取れるような学力っていうものに変わっていくね。スポーツと一緒もね、本当にもう日々トレーニングした結果しか出ないから、そんな悪いこと言わんから、問題集開いて過去問だけやる、過去問ロボットになるな。そうやと望む結果多分厳しいから。でも俺が言ったことを続けつつ過去問とも両方向き合ったら、どっかで花咲くから、マジで信じて。こんなイントロでこんなずっとこなんしてへん。大丈夫から。信じろ。大丈夫。ね。できますよ。君たちはそれを信じれる力がきっとあるから。ね。それは俺がもう知ってるから。大丈夫。はい。次。H プラスの、ほら見て。ここ、ここ、ここ。鍵括弧があるよ。これ何やったっけ、はい、今アウトプットして。あ、何やっけこれって。これ濃度を表す記号ね。モルパーリットルなんだよね。モルじゃないよ。モルパーリットルやから、この記号は。濃度だから。それがもし、はい。ちょっとペンが忙しいね、今回は。これがさ、もし10のマイナス、今回はちょっと数式で書くな。あえて。四角ばっかりやとちょっと幼稚やからやっぱ。N 乗の時、この数字が pH なんですと。この時 pH は N なんですっていう、そういうことやね。ねえ。はい。この数字をそのまま読めばいいんだよってことなんだよね。はい。定義やからこれ。定義だから。
ディフィニションですね、英語で。ディファインが、定義するという、動詞、名詞はディフィニションです。しかもディファインはだいたい A as B ってね、もちろん使うよね。 A を B として定義するみたいな感じで Define A as B って覚えるよね。ディフィニションかっこいいね。はい、酸性が強いほど pH はどうこうっていうこのね下の話いくけど、はい、これねさっき名前の方が大事やわ。 pH の勢力図って言います。これもまあ大事なことしか出てこないから pH 大事やねんな。 pH の勢力図教えてあげましょう。これ何かって言ったら、これも実はイントロをちゃんとやったらスイスイ入ってくるよ。さっきのでもうみんな大体知ってんねん、勢力関係どうなってるか。塩基性の勢力世界と酸性の勢力が強い世界とその間があって、 pH なんぼがなんぼがちょうど中間やった。それは7ね。で、7より上が塩基性、7より下が酸性。それをちょっとこういうグラフっぽくね表現するんだけど、まずまあ真ん中にちょっと緑のメモリちょっと打とうや。これが pH7 という世界やね。で、これが中性の世界やね。ここを地球で言ったらちょうど間の線、なんか上と下の間、赤道みたいな感じか、あれ一つの基準の線やね。それがこれの pH7 やと思ってもいいんじゃない。で、7を境に北半球と南半球ある感じで、酸性の半球、塩基性の半球、そんな感じか。で、極端なとこからいこう。7から極端にバーンって離れて、めっちゃめっちゃめっちゃ下がったら、何歩ぐらいの値 pH？ やばい世界やったか覚えてる？塩酸、硫酸、硝酸とかが出てくる世界覚えてる？もし忘れたらいつもこの表紙に変えればいいやん。何やっけ、昔硝酸と書いた、これこれ、おわ、来たー。H プラスの値が 0.1 で、10のマイナス1乗で pH1 ぐらい。これがもう最強に、最強の世界やったよね。酸性度最強の世界ね。これ pH1 やね。大きく書くかなぁ。1ちょっと大きく書こう。私、間も書くから、ちょっと様子見てもいいよ。っていうのは、間ね、こういう世界もあるし、あ、ちょっと下すぎた。なんか揉めてるね。警察官。止まりなさい、言ってるね。はい、1の上はだから、なんぼかって言ったら、次ね、3の世界がねんか。で、次ね、これ5の世界があって、ちょっと文字の代償、1、3、5でね、1バーンってでかく書いたよね。みんなもそれ真似し、これも表現力磨いてね、数字の大きさだけでめっちゃ意味持たせようとしてる。これ、効果、てきめんがね、バカ効果あるから、信じて。次ね、メモリ先打っていく。はい。じゃ次は7より上の世界ね、塩基性ワールドやねんけど、一番上何歩ぐらいか覚えてる？まあ、言える子おると思うけど、忘れたらいつも表紙に変える癖つけよう。これね、故郷って呼ぼう。もう pH の故郷、一つの故郷、これにしましょう。ね、いろんなこと書いてるから、ここやったよね。 pH 見て13の世界なあ。ちなみに横とか書いてへん。 pH の値ごめん、上書いてなかったね。今書こう。はい、 pH 何歩？塩基性やからってつい OH マイナスの値に目いっちゃうけど、ちゃうねん。定義は H プラスの濃度を見たときにここ見ね。10のマイナス12乗の。ここやろ。でも塩基性のときは青色にしよう。pH12。この辺がだからすげえ塩基性ワールドだよね。あとはもう一緒や。11、19、8でね。11、10。次ほら9、いつも水素イオン濃度を読むね。はい、13が一番やばい世界ね。なのでここ大きく書くわ。13大きく書くわ。で、次11ちっちゃめに書いて、でも次ね、ここさらにちっちゃく書いて9。気づいた？これすごくいい値並んでるやろ。何飛びかまず見て、全部ほら2飛びやね。2飛び、2ですね、間が全部ね。そして全部の数字が入試にとって大事な数字ですね。例えば塩酸の pH を求めなさいってみんなね、過去も入試問題出たら、まずね、値どんぐらいか知っとくと強いんよ。それがこんぐらいね。
だいたいやね。だいたい1くらいやね。でもこれって絶対ジャスト1とは限らんから、ここにはちゃんと1くらいって書いておくね。これって、だから SA、共産なよね。あ、ちょっと待って。さっき物質書くわ。塩酸とか。HCl とかの世界。OK。ただまあ、水溶液なんで水に溶けて出てくるんで、ちょっとアクアって書いとくね。うん。水に溶けてるよってことね。アクアね。水溶液ね。はい、次じゃあ酸。pH3。塩酸ほどじゃないけど、まあまあ一応酸性な世界。これね、酢酸。お酢とかの。お酢ね。酢酸。これ pH3 ぐらいやね。はい。これだけでかなり入試にとっては強力な味方になって、つまりね、これ強酸。ストロングアシッドやから SA って言うけど、SA の pH なんよね。これね、1くらいっていうのは。で、上は、あ、ちょっと待って。ね、どこに書くんが一番見栄えいいか今考えてんねんけど、右なぁ。とりあえず SA だけは書いとくわ、今。うん。強酸ね。強酸 pH1 ぐらいね。で、次 pH3 なのが弱酸ね。だから WA ね。weak acid ね。はい。なんか最後囲むかもしらんけど、それ最後のデザイン決めるわ。なぁ。はい、次反対か、上行こっか。強塩基大体13やけど、語呂覚えてる？語呂。なくかば。その一番初めのな。つまり水酸化、ナトリウムね。NaOH ね。これ大体こんぐらいの pH。だからやばい物質なんよね、これ実は。水溶液目にピチャンって跳ねて入ったとかなったもやばいですね。眼球ってまあタンパク質なんやけど、侵されますね。変性っていうのか、変性しちゃうよね。やばいです。流水って言ってね、水道のでは水で流すっていうのがまず基本やね。SB。医学部の国家試験で昔こんなんあってね、塩酸が目に入りました。じゃあめっちゃ酸性なるかやばいのはわかるよね、医学生やし。じゃあ中和するために水酸化ナトリウム水液を点眼するってね、あの目薬みたいな。バカでしょそんな正誤問題が出たりすんねんけど、バカでしょ、そんなやばいよ。水ですすぐね、薄めれば pH は7ぐらいまでいくんで、中和させよう、ダメ、目の中で中和したダメね。はい、次 pH11 か。これね、ちょっと当ててほしいわ。要はね、強酸が1、逆に強塩基13、弱酸が3ぐらい？じゃあ逆にここはって言ったら弱塩基やね。弱塩基誰やろう、ここは。弱塩基か、いっぱいおるか、適当に水酸化アルミニウムとかね。それは違うんよ。普通入試で弱塩基ってきたらね、アンモニアやね。あの、これをアンモニアって言える力ね、これ超大事で、代表力って言います。こういうふうにアンモニアが弱塩基の代表って一人ね、的確に言える力を、代表力って言うんで、ちょっとそれね、この pH の勢力図と密接に結びついた力やから、ここに書いとこう。pH の勢力図って、この代表力も鍛えれて、そもそもこういう概念知らんこうのよね、代表力。代表言える力。これともう密接に結びついてますね。これね。弱塩基の代表はって言ったらこれからアンモニアって言えてね。じゃあ行くで。弱酸の代表は酢酸みたいな。こういうことね。強酸の代表はみたいな。その時に、硫酸とか言いたい気持ちあると思う。硫酸って強酸。確かにそうやけど、代表一人って言われたらやっぱね、塩酸やねんか。はい、じゃあ、強塩基はって言ったら、ナクカバーの、水酸化カリウムとか言ったらダメで。はじめのナーやから。やっぱ NaO1 ね。これ一人言える力。これ代表力やね。はい。そしてあとは579。ここやな。代表言えますか？まず7からいく？ 7 は簡単でしょと。ね。水でしょ。うん。確かに水一人7に来ますね。うん。7のとこは、ちょっと一回消すかな。ほんまにもうフリクションにしたら、もうオフィシャルにフリクションにすることにしよっかな。こういうシーンばっかあるんで。うん。まあ、水一人おるよ。うん、おるよ。実はね、ここ二人書きますね。水が出る子が多いと思うんで、ちょっと水 H2O ね。
まあ、一応純粋っていうんで言葉としては、これここで覚えてもらおうかな。もう一個言われへん。これね、水が7っていうのはある意味ちょっとせこいから、ちょっとずっこいからね。あるものを溶かしてて、でも pH7。水と変わらず pH7。あるものが溶けてないとわかんない。はい。それは食塩水。塩水ね。NaCl。はい。これ言えると、なんかかっこいいかな。でもその水溶液なんで、ここね、やっぱアクア。NaCl アクア。なぁ。さあ、いよいよあと2つになったよ。pH5 のやつと9のやつ言えますか？ pH9 のやつはね、最近なんか習ったテーマと関係ある子多いと思うわ。ある現象があって、水にね、ある物質をこう溶かした時に pH7 のままの場合もあんねんけど、ある現象が起こって、水に溶けやすいある物質を溶かした時にある現象が起こって、なんたらのふん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 っていう現象が起こって、液性がね、なんか酸性になったり塩基性になったりする、そういう現象あんねん。塩を水に溶かすとそんな現象起こんねん。塩の加水分解ね。そうやね、塩を水に溶かすと pH が少し7じゃなくなったりする、その代表として酢酸ナトリウムってあるよね。これね、pH9 ぐらいやねんけど、こいつのアクア、つまり水に溶かした水溶液は、見えてますか？これね、pH7 じゃなくて9ぐらいやねん。塩の加水分解っていう現象でね、pH が9ぐらいになんねんけど、ここでね、ちょっとまだ知らん子おったとしたら、ちょっとある技教えるから覚えて。塩ってまあ水に溶けるとこうやって電離するよね。COO- と Na プラスに。はい、これ瞬時に何性かパッと判断したいときにね、パッと瞬時に判断する、まあ、裏技というか早技があって、それは、Na プラスってこれ強塩基の NaOH の部分だよね。つまりストロング、ベースの部分ですね。それに対して酢酸 CH3CO マイナス、これは弱酸の部分や。酢酸って弱酸やからね、WA っぽい部分よ。はい。実はこの2つからできている塩は、塩基は強い、酸は弱いから、塩基性の部分が勢いとして勝って、結果塩基性寄りになるっていうね。まあそういう考え方、早技やねんけど、これ裏技みたいなもんやねんけど、あるんで、もしこれあんまね、知らんかった、使ってないっていう子は、今使って、これ塩基性ない。だから7よりちょっと上行くね。でもちょびっとだけやね。そう、これ結構で、ちょびっとだけやね。なんか塩基性としてはかなり弱塩基性です。これね。まあ、知ってる子もおるよね、その辺。はい、じゃあ反対側はここね。当てれるとかなり賢いよ。気づいてほしいなぁ。酢酸ナトリウムって、ちょうど酢酸と NaOH の前って合わせ技、足し算みたいなもんか、これ。NaOH と酢酸。合体させて、これみたいな感じや。ね。じゃあ逆に、こういう合体あるじゃん。アンモニアと塩酸の合体みたいな。ガチャーンってなるとこの辺なんね。アンモニアと塩酸を合わせ技したら、NH4Cl ね。はい。そのアクアね、水溶液。はい。実はこいつが pH5 のポジションのやつやね。これはね、言えると強いね。NH4 プラス Cl マイナス。そしてこいつが何性ってとっさに言えない子は、さっき教えた早技使って。これさ、塩酸っぽい部分ここやね。塩酸といえば強酸やか SA だね。だから実践ね。実践。それに対してアンモニアっぽい部分あるね。これ弱塩基なんでアンモニアって。点線ね。つまり WB ね。はい。これでね、じゃんけんポンするね。最初はグーじゃんけんポンみたいな。じゃあパーの方が強いよね。じゃあパーが勝つ。ね。そんな感じで、この二つでじゃんけんポンしたら、強酸が勝つよね。私これはもう一回言うけど、早技なんで、ただのテクニックやから、そう、何性かを瞬時に判断する、ただのテクニックです。ね。だから酸性寄りになるんで、7よりちょっと、ほら、酸性の5なんで。でもめっちゃちょびっとやろ。これがね、めっちゃちょびっとだってちょっと分かってない子おるんで、ほら。7から5ってめっちゃちょびっとやね。
7から9も俺めっちゃちょびっとやね。ねえ。だって3でも弱酸やから、そう、5ってもっと弱いんだよね。同じくアンモニアもこれ書いてへんけど、WB って弱塩基やんか。だから11でも弱いのに、9なんかもうちょびっとだけやん。めっちゃ弱いね。ね。実はこういう風な世界観超大事で、これね、最後宇宙に行った時に、これがあるからみんなむしろ宇宙に行って、自由自在に宇宙遊泳泳げます。ね。これが頭の中にない、ある人ない人。全然ちゃうからね。はい。そしたら、これ書いた、まあ理由というのか、世界観やねんけど、囲みましょうか、そろそろ。あんま明確に区切るより、こういうやり方がいいかな。うん。結構ね、レイアウトをきっちりしたいな、ここは。こうしよっかな。一つの。こうやね。うん。これ結構ね、こういう世界観内向おるんで、ここで身につけて、pH の世界って、酸の世界と塩基の世界と塩の世界があるんで、いい？酸の世界、塩基の世界、塩の世界ってあるんで、これちょっと理解してほしいよね。酸の世界、塩の世界、塩基の世界。だからまあここが、言ったら酸の世界だね。強酸も弱酸も酸なんでね、これ酸の世界。で、ここね。強塩基と弱塩基。この辺って塩基っていう物質やつらの世界ね。で、塩がなんかちゃんと分かってない子多いんで、ここ大事やねんけど、塩って pH 必ず例えば中性の7であるって言ったら、これブーやから。塩は3種類やんね。中性を示す塩と、これね、NaCl みたいに。塩基性示す塩と酸性示す塩あるから。で、ここちょっとやってなかったけど、締めにやると、塩の中で NaCl って、まあ、特殊っちゃ特殊で、これ塩酸の HCl っぽいこいつの部分やね。つまりストロングアシッド SA の部分で、この Na プラスは、ナクカバのナーやから SB の部分で、ちょうどじゃんけんポンしたら強い同士やからこれね、アイコなるよね。アイコです。目立つように。ちょっと、でも細いな。深緑っぽい感じのペンやねんけど。ちょっと細いからこれにしてます。別に、緑やったらそれでいいよ。これ。こっちの方が結局いいんかな。はい。強いもん同士ね。アイコですね。だからこれ中性なるんだけど、7ね。中性ね。だから塩って3種類あって、中性になる塩と塩基性になる塩と酸性になる塩あって、でも全部塩やね。そう。よし。だから塩イコール中性みたいな捉え方してる子はちょっとちゃうね。酸の世界、塩基の世界、そして塩の世界やって、塩も、中性から上行くやつと下行くやつでおるから。なあ、こういう感じかな。ひとまずな。OK でしょうか。まあいろいろ書きたくなってきて最後書き足していくけど思いつくまま7まあ中性やな。でもあんまちょっと書けてる機会が最近ないから待つねんで。妥協すると世界観のとこはね、妥協すると良くないから、7ってまあ中性やけど、英語でね、ニュートラルなんで、ここ。はい。N ね。これ書きたかっただけ。で、そっから下に行けば行くほど酸性度合いが強くなってっていうのを書きたかったよね。で上に行くほど、はい、塩基性が強くなっていってと、こんな感じや。な。あと、暗いって書いたけど、ここもね、強調しとかんと、塩酸って絶対 pH1 ですよね、ちゃうよ。
濃度によって濃ければ1ぐらいいくけど、薄かったら2ぐらいになったりしたりするし、水酸化ナトリウム水液も、強塩切って絶対13って習いましたよね、教えてくれましたよね、ちゃうね、13くらいやから。全部目安やから。でもその目安の値知ってると、とりあえず得するから、それを覚えるためのこれ pH のね、勢力図。ね。はい、プレゼント for you。はい、次いきますか。水の pH は？それ7よ。さっきも出てきたけど、7です。ね。中性やからね。舐めとんかみたいなね。いやいや、7でしょって。実は、みたいな。あの、7ですよ。安心して、7。でもそれを証明するコーナーやねんけど、今しません。はい、次。本題これかな。まあ、こっから本題ね、さっきの、なんか、勢力図は絶対書くけど、俺。本来ね、この辺ちゃちゃって入るのが pH の、なんか、大体の俺のやり方。そう。でも、まあ、このね、オンラインという環境の一番の武器をやっぱり利用せずには入れなくて、制約はないよね、一つ。時間の制約がね。でもよく考えたら、なんか3時間授業とか、なんかあるやん。90分授業とか。あれって、なんか、勝手な人間の、いろんな都合の制約じゃない？都合じゃない？うん。だってあるテーマは60分がちょうどね、良かったりするけど、あるテーマってもう10時間あっても足りなかったりするかもしれんの。勝手に3時間とかね、毎週3時間とかで、やっぱやってるけど、そう。それに合わせに行くよね、人間って。3時間授業やから3時間。なんか雑談ちょっと入れてみたり、逆にほんまは4時間やらなあかん、かけてじっくり作らなあかん料理やのに、3時間しかないですっていう誰かさんの都合とかで、終電ありますとかの都合で3時間に合わせたり。で、それがなんかプロの技とか、なんか言ってプロは時間通りとか。プロちゃうでしょ、それ。何をプロというかによるけど、成績を上げるが一番の君の目的なんであれば、4時間かけて仕上がる料理があればやっぱり4時間。ね。そういう感じで思って。そう、だからオンラインで妥協はもう1ミリも入れないね。そう。結果、まあ少しね、時間的には肉厚になったりするけど。もうその多少が全てを変えるんであれば、投資すべきやね、時間はね。はい。そんなつもりでやってます。じゃあ、疲れた子は、ね、ちょっと休憩してくれてもいいし、まあ動画的にはね、切る可能性もあるけど、でも内容は切れないから、あんまり無駄に開けない方がいいよ。俺はこれ一杯で次行くから。こっからやね。もう俺宇宙見えてんね、今。はい、行きます。pH のパターンね。これどこが画期的かって言ったら、パターンのところね。はい。画期的すぎるのは、ここです。パターン分けをした。これ、日本の中で俺だけちゃうかな。まだね、あんま見たことないよね。pH パターン分けした人。まあ、なんか、しょぼいパターン分けはしてるかもしれんけど、最強のがあるんで、最強のがあるんでね。でも、いきなり最強のは見せません。見してもみんな理解できないから、はじめ、その、パターン分けの、めちゃくちゃ、こんぐらいの、なんかミニサイズのね、ちょっと種植えたら、水やりしてたらちょっと、芽が出ましたぐらいの感じの見せるから。でも考えて、みんなが見る美しい花、ひまわりとかさ、すごい、なんか、ひまわりだって言ってるけど、昔あいつ来れやったからね。もっと前この、来れやったから。ただの、誰も見えないとこに種、ここやろ。もうこれよ。よくみんな原石だとか、まあ、それこそ種っていう例えをされる。あんま聞かへんな。君たちは種だよって。咲いた後ばっか語られるけど、ここやろ。この前俺、セミ、花火ちょっとしててんけど、花火してたらさ、ゴソゴソゴソって聞こえて、花火入れてたビニール袋に、なんか、変なちっちゃいのおんねん。俺、ゴキブリやと思ってんけど、よく見たら、セミのね、幼虫見たことある幼虫。ドラゴンボールって言ったらセルみたいな感じやねんけど、地面張ってこうやって、セミのなんか足はしてるこういう、嫌いな子ごめんな。俺、セミ好きやんけど、虫好き。こういう感じで歩いてて、ほふく前進みたいな感じやねん、俺らで言ったら。セミおんねん。幼虫って珍しいなぁと。でもセミの幼虫が地上に出てきたってことはどういうことかわかる？そうやね。この後すぐ、ふか
卵が孵化するのは羽化かな、うん、要はあの羽生えて成虫になって、はじめ色白いよね、真っ白のちょっと青白い感じで、で数時間した色ね、体色あのみんながしてるセミになって硬くなって、やらちょっと柔らかいのが硬くなって、もう一丁前になくてメイメイメイって、でね2週間とか言われたり、セミの寿命は1週間2週間、まあ、3週間が平均とかどっかで読んだ気するけど、とりあえず短い間に、パートナーやね、愛すべきパートナーを見つけて、でまたね、愛すべき子供を産んで、また寿命が尽きると。わかんないよね、よく言ってたよね、昔ちっちゃい時にセミさんってお土の中に5年か7年か知らんけどって、で出てきたらもう1、2週間、2、3週間で命尽きて、儚いねって。そ俺その瞬間目撃して、初めはずっと木に登っていくところね、登っていくところをもう待って撮っててんけど、なかなかいい場所見つけられへんっていうかね、なんかあちこち方向転換してもう待ってられへんかったから、ちょっと良くないかなと思ってんけど、人工的にあの昨日ちょっと近くやね、もうショートカットさせたって。あと俺の仕事そうやから、受験さ、みんなそうそう、もうただなんか放置して育つがままにやってもやっぱゴールなかなかたどり着かへんと無理ゲーになるから、そうそう、ショートカットさせる仕事なんで、木の根元にちょっとポンってやったらもうすぐ上がってたね。聞いてわかんねえのな、本能でな。でもすぐやっぱ孵化、羽化、ちょっとこれわかる、羽化か、羽化せえへんから飯食いに行って、でその間に絶対に羽化するやろうなと思って戻ってきたら、案の定もうもぬけの殻なってたの。でどころかなって探してたら、青白いやつやっぱおんね、ちょっと上にピトって気に留まってん、青白いな。まあそんな感じよ。だからうん、そう、今 PH のセミで言ったらここになんていうか連れて行ってあげるから、でも考えてや、ここにもうおる時点でいずれは絶対にこうなるから、これが大事じゃない、いずれ絶対、しかも近いうちにね、5年後じゃないから、この次の動画ぐらいでそうなるから、でここまで行ったらもう勝ちやろ。そうやね、毎日水飲んでれば、みんなで言ったら毎日コツコツやってれば、もうすぐにもう咲くから、うん、今ここね、はい、行きます。それがパターン分けです。パターンね、結論言うけど、咲いた後の話したろっか、咲いた後の話したろっか。セミもだから、お母さんお父さんが子供に、うん、お父さんお母さんもう亡くなってんのか、たくましいなあいつら。あのさ、友達とか先輩から聞いてるかもしれない、お前知ってるかつって、地上ってあって、そんな世界あるんですかって感じやか、明るくて怖いとかね、なるかも、暗いとこがいい、怖い。でもね、上には絶世の美女、絶世のイケメンがおって出会って、ね、すげえ楽しい2週間が待ってんねんぞみたいなのあるから、頑張れる5年かもしれんから、いいわ。パターンね、5個やから、でこれを5個、たったのやね、 PH ってめっちゃ難しいねんけど、たったの5パターンに俺ある時分類できてん、しかもそれを最短で完成させれんねんか、早くさせてほしいやろ。でも今のが最短やから、最短とは焦らないことやから。でも5パターンやねん、5パターン。そのうち3つ教えるのがここ、あの種の部分、3つ教えます。で3つ分かった後、何個足せば5になる、たったの、はい、2つ足せば3足す2で5ってなって、もうほら花咲いた感じよ。5パターンで何ができるか、全国の難関大、東大からどこの大学受けるにしても、ほとんどの PH の問題が、解けるじゃんってなります。それがたったの5パターン。でも本当に難関大の中でも難問とかね、特殊な問題とか、細かくまあ最終分類して全部網羅すると、まあ9パターンぐらいあったりするんだけど、9もあんのって大丈夫。5でほぼ全て。5で、言ったら 98% 以上の問題解ける、ね。でも難関大ってその残り 2% とかを好んで、解けますかみたいな変なとこからね、来たりするから。これは俺らは空き問題って言ったりするけど、空き問題って簡単やから、その問題特有の部分さえ、抑えれば、基本の 98% の部分をベースに、ここの部分ね、対策をすればもう一瞬ではいいって 100% ってなるから、覚えておいて。たったの5パターンを
極めるための今から3パターン。はい、いきます。pH の問題大きく何パターンあるやねんけど、君たちがね、初心者であれば3って言います。でも、もうそろそろ地上で泣かなあかん人には5って言います。そしてさらに地上で絶世の美女と出会う、結婚するというもう一番最高峰の目標を、定めている人、つまり東大受かりたい、京大受かりたい、国公立の医学部行って医者になりたい、最高峰の夢を持ってる子は、最終的にまあ9パターンぐらいねできるようになってほしいけど、人によってここの数字は変わんねん。でも今この冊子であれば3だとちょっとね、言う、これは冊子になってるんで3です。でも未来を言いました5です。未来を言いました9ですっていう風にだんだん上がっていこう。でも誰だって初めはたった3つのパターンから始めればいいんだよね。はい、パターン1、パターン2、パターン3埋めます。なんかの pH を求める問題をまずマスターすべきです。それはめっちゃ簡単で、SA の pH ね、もしくは SB ね、強塩基 SA または SB の、pH。 ただしちょっと並列に並べるよりカッコしといて、簡単に言ったら強酸の pH を求めれるようになろうぜまずってこと。それさえできればかなりいい感じだよって、だって次強酸の pH 求めれたらもう一個できたらもうほぼ最強じゃない。弱酸、弱酸 WA、 弱酸の pH 求めれたらもうほらほらほら完璧に近くなれへん一気に、もちろんその裏返しであるね、WB もまあそうやけど、シンプルにいこう。強酸の pH をもし求めれて君が、そして同時に弱酸の pH も求めれたらもう最強じゃない。強酸いけたらちなみに強塩基もいけて、弱酸いけたら弱塩基もいけるから、もう全部じゃんってなれへん。でもなれへんよ、もう一個のパターンあるからね。それわかる？例えばこれ使おうかな。ああ、青のが前はよし。はい、これ酸の水溶液です。これ強酸です、塩酸です、 pH なんぼですかっていう問題まず解けるようになりたよね。でこれいけたとするよ。で次に強塩基はいけたとするよ。で次、弱酸。弱酸いけたとするやん。ね。次、弱塩基か。いけたとするやん。これでだからほとんど全てじゃないって今言ったよね。強酸いけて、弱酸いけて、強塩基いけて、弱塩基いけた、ほぼ全てじゃないって。ちゃうよ。こんな計算あるんじゃない？思いついた。強酸の pH、 強塩基の pH 求めれた。じゃあこうしてみます。はい、酸と塩基混ぜましたよ。ぐじゃぐじゃぐじゃ、はい、pH はっつったらちょっと困るよね。そうだから混合っていう最後選択肢があるから、まずは、酸オンリー、塩基オンリー、それの強いと弱いいけて、強いと弱いいけて、塩基の、でも最後にはい混ぜます。最後に、い、混ぜまーすみたいな、こういうのとか。逆もあるやろね。酸がいます、この塩基混ぜまーすみたいな。しかもこれって量によってちょっとね、いっぱい入れるケースと、ちょびっとだけ入れるケースとかいろいろあるからね。まあ、混ぜるっていうのがあるから。そう、混合っていうね、混合ね。はい、まあそんな感じで3パターンなのでよろしくと。はい。よいしょ。はい、パターン3はね、混合なんだよね。混合溶液の pH ね。あ、今混合溶液って書いてるからね、混ぜたやつね。ただし初心者の君はまだ3パターンしかできない君たちは、混ぜるって言ってもこれ限定ね。強いもん同士を混ぜる限定、これしかまだ解けないからね、急がないで。なので、ただし
強い酸と強い塩基を混ぜるケースだけをまずマスターしよう。やがて弱酸と強塩基とか、逆もあるよね、弱塩基と強酸とか、弱いやつ絡んでくると一気にムズなんね。これが実はパターン5とかになってくんだけど、5つ目のね、世界になってくんだけど、初めこの3つから始めてね、行きましょうか。こんなんあるけど今気にしないで。 pH の問題が出題された場合、今後みんなはよっしゃーってなんね。なぜならパターンがあるからね。だからこの問題はどのパターンなのかっていう思考回路が大事になるね。だから発想とか皆無な世界です、実は pH って。パターン分けできる人にとっては発想いらへんね、ひらめきいらないね。でそれをまずはどうこうする必要がある。それは見抜けるかやねんな。見抜きっていうねんけど、俺はそれをね、入試でめっちゃ大事な、一番大事な能力と言ってもいいねんけど、実は見抜きなんだよね。見抜く必要がある。見抜き力、見抜き力。見抜き力大事。はい。そして pH の問題はどうこうするところから全てが始まる。それはパターン見抜くところからよ。パターンというものがあるんであれば、パターンを見抜くところからね。さあ行きましょうか。じゃあまずこれやね。ほら見て、強酸強塩基の pH をまずは求めてみましょうよってことね。SA とか SB、 はい。ちなみに超簡単やから、今からやるパターン全部超簡単やから